い、皆さんこんばんは。はい、皆様改めまして、こんばんは。1月11日ボギーチャンネル、私主催のボッキーテレフォンでございます。いや、今日はカメラ調子いいようですね。3回ほど再起動したらちゃんと映るようになりました。まあでもちょっと画像処理されたような動画もなかなか、はい、シュールで良かったかななんて思っております。しかし本当に週末やっと来た金曜日ということでございまして、まあ皆さんも本当はね、新年会やいろいろあって大変お忙しい中、こうしてお付き合いくださることに、心から、感謝申し上げたいと、思います。まあこの沖縄本当にいろいろ面倒くさいことになってるんですが、まあ、その一番のやっぱり原因というのはそうですね、基地問題をやはり長引かせてね、とにかく混乱させて長引かせることで、いわゆる基地利権にありつく方々と、そのおこぼれに預かろうと沖縄に集まってきた特定外来の方々が、はい、この問題を解決をとにかく遅らせようと引っ張れに引っ張ってるっていうのが今の現状。それに沖縄のメディアが手を貸し、足を貸しと、肩を貸しということで、もうやりたい放題。いや、こんなして戦前はね、泥沼にはまってたんじゃないかと思っていますけど、まあ昔も今も本当に何も変わらない。歴史は繰り返すっていうけど、本当にそうじゃないかななんて思います。まあ、特に新聞、戦前はね、大政翼賛会を賛美したり、戦争いわゆる戦意高揚ということを散々にやっておきながら、今はね、平和運動を賛美することで過去の罪をね、完全に拭ったと勘違いしているような人たちがいっぱいいますんで、いやでも中にはまともな人もいますんでね、応援はしていきたいと思います。さて、今夜も64名の皆さんが来ていただきまして誠にありがとうございます。今日もいろんなお話たくさんありますんで、皆さんと共に、今日の沖縄いろいろ考えていきたいと思っております。さて、カータンさん、カナタさん、こんばんは。クジラさんに、石鹸男宮城さんから、はい、特納ニラ茶、それから、はい、クジラさんからも特納ニラ茶ですね。鬼丸さんからも特納ニラ茶、たまにはコメントしてみます。さん、チリ、桜チリブラサムさん、こんばんは。藤田モンドさん、こんばんは。あ、六人式、言うこと機関銃さん、お久しぶりでございます。また特納ニラ茶をいただきました。ありがとうございます。それからのりぞうさんに、いやさん、沖縄サンゴハトさん、こんばんは。カズさんからはニラ束いただきました。ありがとうございます。ふみみさん、どうもこんばんは。それから、いやさんとのりぞうさんからは、特納ニラ茶にニラ束でございます。はい、それから南城市テドコンさん、こんばんは。英吉さんからは、ニラ束、ざっくり切っていただきます。サンフェイさん、こんばんは。それがリルリル、ゆきとさん、今日はゲルド低めということで、まあでも、そうですね、今日は赤いチェックの洋服ですから、はい、それから愛国ひでさん、ニラ活用してくださいということをいただきます。はい、小次郎さんからも特納ニラ茶ですね、ありがとうございます。C さんに、はい、シーマンさん、それからモアビの運び屋さん、どうも、こんばんは。こでございます。コレキアとスメラギヤサガさんもこんばんは。こでございます。はい、南川内の林子さん、トラムカンさん、こんばんは。カズさんから拍手いただいてますね。はい、もう本当に皆さんの名前呼ぶだけでも大変嬉しいぐらい。あ、肉球さんもお見えでございます。ありがとうございます。はい、コスさん、いつもクラッカーいただきます。ありがとうございます。猫パパさんからも、特納ニラ茶ですね。はい、はい、で高いイヤホンマイク使ってさということで、これ音どうですか、いいですかね。あ、ゆきとさん、まだ年賀状届いてないようです。フロムジャパンさんに、ドラムカンさんからも特納ニラ茶ということで、今夜もバンバン行ってみたいと思いますけど、さて今日はどんなお話かなと言いますと、まずはこれでございます。はい、これはですね、もう黙っていられない、大リレー演説大会、私の郷土愛、祖国愛、県民置き去りの県民投票ということでございまして、
まあ、この方に私、はい、ゲストとしてですね、お招きいただきまして、いろいろお話をすることになっております。これには皆さんもよくご存知のカナンスローファームの与田さん、チーム沖縄の森田君に、宜野湾市議会の小屋市議、それから沖縄県議会議員の、又吉さんに、自民党沖縄県連会長の照屋守之さん、それから石垣市議会の戸板さんに、ローマ人日記の江崎先生、それから賀那雅子さん、そして、麗しき、金城照先生に、はい、それから、私もお話をさせていただくということで、ビデオ出演は中村さんがね、出演いたします。これ、はい、あっち系の人たちからするとよくもこんなメンツを揃えたななんて言ってるんですけど、今までね、沖縄のいわゆる保守系と呼ばれている人たちはどちらかといえば本当にバラバラに動いていました。例えば現場でね、一生懸命戦っている人たちと、自民党県連の、まあ、いわゆる連携があまり取れてないとか、逆に現場で戦っている人たちはその戦っている方々同士での横の連携があまりないとか、ところがもうさすがに、県知事選挙も負け、那覇市長選挙も負け、豊見城も負けということでね、もう本当にオキパヨの天下になった今、そういうお互い個々に戦うのは得策ではないという、そういった大義を持って、こうしてみんなで集まっております。それぞれの思いも違えば手法も違う、しかし沖縄が好きでこの国が大好きな、そういった思いで今回こうして集まる、大リレー演説大会、明日の、夕方ですね、はい、土曜日、会場が浦添市産業支援センターということでありまして、まあ、これ私の Facebook、それから Twitter にも載っけてますんでね、ぜひお時間のある方は、来ていただきたいなと思います。こちらさん、そうですね、今月ちょっと行く予定だったんですけど、もう予定が立て込んでおりまして、来月ぐらいちょっと考えてみようかなと思っております。いや、しかしあちら系からするとこのメンバー本当に最悪な方々勢ぞろいということでございまして、その他にも、ゲストで、はい、飛び入りで出ていただく方も、きちんと、はい、用意されております。それはもう内緒にしておきます。さて、この、大演説会、これはですね、チャンネル桜の方も、塩沢さんありがとうございます、こんばんは。チャンネル桜も取材に行きますんで、その前編をね、撮ります、はい、前編を撮りますんで、それはそれでまた桜の方で、流します、アーカイブとしてですね。でまた、ツイキャスで流す方も多分いるんじゃないかと思うんですけど、それぞれでまた皆さんご覧になっていただきたいなと思っております。いや、しかしこれだけのメンツが揃うのはなかなかないと思いますよ。あっち系からすればこの会場にね、はい、思いっきり毒性の高いヘでもこけば一網打尽というふうになると思いますけど、いや、ヘでは私たちは倒れませんからね。はい、またちょっと画像がおかしくなってきましたね。はい、こうするとなんかホラー映画みたいになっちゃいますけど、いや、てる先生お元気ですよ。本当は那覇市議会議員に出したいんですけど、私大山高尾の講演会の、はい、メンバーでございます。はい、ですから出したいんですけど、大山さんも通さないといけないということで、ピクピク、久しぶりにゲル顔してみますか。こういう顔、これですね、ゲル顔っていうのは。はい、なんでやせん、どうもこんばんは、んこでございます。そうですね、カータンさん、これ私たちが言えばカメラが悪い、あっち系の人に言わせてみれば安倍が悪いと言います。はい、安倍が悪い、ね、私たちはカメラが悪いと言います。でもあっち系はカメラ、安倍が悪いと言います。何でも安倍のせいだでございます。そうですね、これちょっと著作トントン、あ、やっぱりちょっと治らない治らないですね。
いや、今回もガラマサコさんだけの講演会ではないので、安倍さんはちょっと来ないんじゃないかと思いますけどね。まあ、楽しみにしていきたいと思います。さて、続きまして、いろんな話題がありますので、今日も皆様にいろいろお伝えをしていきたいと思います。実はこういうおかしなプロジェクトが呼びかけられております。沖縄ドローンプロジェクトにご協力くださいということで、いやー、これ面白いです。ドローンの写真付きで、沖縄ドローンプロジェクト。いやー、それって何なんでしょうかと思うんですけど。まあ、沖縄って書いてるからね、沖縄の誰かがやってるんじゃないかというふうに私は思ったわけです。さて、その内容っていうのがこれですね。はい。皆さんにお伝えしなければならないことがあります。私たちのドローンが2機墜落しました。このプロジェクトはドローンで基地内を撮影をして公開をするということをやってる、グループなんですけどね。私たちのドローンが2機墜落しました。いずれも辺野古で飛行中に突然電波が途絶え、墜落に至りました。原因を追求しましたが、機体自体の異常とは考えにくく、また操縦ミスもありませんでした。残る可能性としては、送信機と機体の通信が妨害されたのではないかということです。現在、日本で米軍基地をドローンで撮影することを禁止する法的根拠はありませんと。いや、普通ね、軍事基地をね、ドローンで撮影することが法でね、禁止されてないからやっていいっていう、そんなのないでしょ、普通。ね、どうなんですか、皆さん。法律で禁止されてなければやっていいっていう彼らの考え。以前もね、普天間基地で法律に禁止されていないからといって、飛行場の真正面でタコをあげたり風船あげたりしてましたよね。はい。あと、ロケット花火打ち込むとか、ランタンを飛ばしてオスプレイ燃やすとか、もうやりたい放題。いや、とにかくこの人たちは法律で禁止されてなければ何をやってもいいという人たちでございます。はい。米軍は日本政府に辺野古でドローン撮影をさせるなと圧力をかけています。至るところに監視カメラが新設され、よくご存知ですね。はい。この人たちがわからないところにもついております。はい。ドローンを発見すると防衛局が確認に飛んできます。そうですね、ドローンをね、飛ばそうとしてる連中とね、サンゴハートさん、いろいろ押し問答になったりもしていますよ。しかし、もうそのね、態度があまりにも悪い。はい。キャンプシュワブの海兵隊が通信を途絶させる装置を導入したという噂もあります。いやー、そんな噂私は聞いてませんよ。はい。全然そんな噂なんて私は知りませんけど。いやー、普通ね、軍事基地の上飛んだら普通は撃ち落とされても、そう、チェリーブラッサムさん、撃ち落とされても構わないと私は思いますよ。だって、基地の中のね、普通入っちゃいけないところにドローンが入ってきて撮影とかしてて、これは法律で禁止されてないからやっていいんだって言って、米軍が納得するはずがないです。しかし、ドローン、そんなに値段するんですかね。はい。日本政府の攻撃が私に向けられているのかもしれません。新たに機体を購入し、撮影を続けていますが、約50万損失となりました。そうですよね、サンゴアートさん。私たちは何にも知らない。クジラさん、そうです。ジャミングなんて私は何にも知りませんよ。はい。ジャミング、いやー、知りません。はい。イージス艦にもついてますよね。ES でした。はい。いやー、何も知りませんよ。そう、ノリゾウさん、バカじゃねえの。だって携帯電話の電波をね、遮断することも簡単にできるんですから、ドローンをね、操縦する、まあ、ラジコンの電波を、これ以上言うとよくな、ありないので黙っときますけど、この人たちはね、ぜひイージス艦の艦橋の上についてる四角い箱がね、何なのかっていうのをちょっと勉強した方がいいかもしれませんね。はい。もう本当にこんなね、お金を集めようということでやってるんですけど、埋め立て承認の撤回の行方、
県知事選挙の結果は辺野古大浦湾の埋め立てに直結します。現場の真実を明らかにするため、今こそドローンを飛ばし続けなければなりません。ドローンチームは 現場の現状を慎重に判断しながら注意深く撮影を続けています。また自衛隊建設が進む宮古島でも定期的に撮影しています。ドローンでの空撮映像を使って8月末に映画宮古島からの SOS を完成させました。今が正念場です。森の映画社の映画制作とドローンプロジェクトに一層のご協力をいただきますよう今改めてお願い申し上げますということで、よう見てみると皆さん、はい、森の映画社藤本影山、住所がなんと北海道なんですよね。北海道、つまり沖縄の反基地闘争を飯の種にするような連中がこうして入ってきて、ドローンが墜落したから協力してください、50万損失が出ました、つまりお金ちょうだいねとやってるのがこれではないかというのを私思ってるんですけど、ほらね、これを見ても皆さん分かるように、わざわざ県外から沖縄のこの反基地闘争を飯の種にするために入ってきてる。それとこれね、皆さん森の映画社っていう、いわゆるこういう基地の中にドローンを飛ばすような連中、これがね皆さん、なんと沖縄県記者クラブに加入が認められたんですよ。チャンネル桜沖縄支局はね、加入しようとしても加入を認めてくれません。ところがこの森の映画社というね、メディアでも何でもないところが沖縄県記者クラブに加入できてます。はい、全会一致で加入が認められてるということで、おかしくないですか皆さん、この沖縄県記者クラブっていうのはね、我々のようなメディア、チャンネル桜沖縄支局は加入できないのに、なんでこんなドローンを飛ばしてね、基地内の撮影をしているような人たちが加入が認められるのか、まあ、それだけでも、この記者クラブっていうのはおかしいというところで、皆さんも理解していただきたいなと思っております。さて、そういったドローンで撮っている映像っていうのは結構綺麗なんですよね。はい、このような形で、これは今日の、はい、今日の、阿波の琉球セメントの桟橋なんですけど、船のアンカーロープ、はい、アンカーロープに何かぶら下がってるカヌーが 1,2,3,4,5 ぐらい見えますね。あ、前の方にもいますか。前の方にもいるようですね。はい、まあこういう感じで、これ何をしてるかと言いますと、この、輸送船のねアンカーロープに、はい、あ、原幌秀治さんどうもありがとうございます。2機落ちたのでちょうど50万ですね。まあ大方この分くれということなんだと思いますよ。はい、森の映画社は、海の近くではクーラーボックスの中にカメラを隠していますと。いや、ここだけの話、私もここだけの話ですね。いや、本当に姑息ですね。でもカメラで見られてます。顔認証ソフトでバレバレなのにね。あ、いらないことを言っちゃってるかな俺。さて、これアンカーロープに何をしてるかというと、カヌーをね、そのアンカーロープに近づけて、カヌーとこのアンカーロープを紐でぐるぐる巻きにして縛ってるんですよね。こうすることによって船がアンカーロープを、ね、引っ張れないようにしてですよ、出航を何時間も遅らせる。でこれを、ね、出航する際には海保のゴムボートが来て、この彼らを排除するんですけど、私いつも思うんです、こういうふうに好き勝手に、ね、アンカーロープを結ばせた後に出航するときにこれを外すために2時間かけるぐらいだったら、最初から結ばせないように、はい、結ばせないように未然に阻止するのが本当は普通じゃないですか。そもそもこれね、威力業務妨害なんですよ、ね、威力業務妨害、船会社が警察に訴えれば、ね、威力業務妨害ですということで訴えれば、これ簡単に逮捕できるんです。なんでそれやらないのか、とても不思議でならないですよね。尖閣諸島より前に中国人が上陸したときに、
海保と一緒に警察官も、はい、一緒に上陸しました。そういった時にはなんか警察官でないと逮捕できないということがあるらしいんですが、これであれば海保のゴムボートに、ね、警察官を乗せてですよ、威力業務妨害の、ね、現行犯で逮捕すればいいだけのことなんですよ。逮捕しないで排除して終わりだから何度も何度も繰り返す。いや本当にね、このキャスを見てる政府関係者の皆さん、このように彼らの自由に好きなままに刺した後に対症療法のように、やるのではなく、未然にやっぱり防止をする、近づけないようにする。あ、勝美さんどうもニラタバありがとうございます。未然防止をするっていうのが本来の姿だと思いますし、こうしてね、ロープをねぎゅうぎゅうに結びつけて、それを外すために海保がナイフでそれを切断すると、刃物を出したって大騒ぎするわけですよ。いやもう本当にね、もう根にも葉にもかからない単なる言いがかりの、ね、連中でございまして、こういうね、ああもう佐紀店長ありがとうございます。海上保安官にも逮捕権はありますと、まあ、威力業務妨害でね、訴え出された時は多分警察でないとダメだと思います。会場の案件は海保の方がなると思いますけどね。はい、例えば、この海の上の法律に反する場合とか、はい、いやそうですね、警察呼ばないのはおとりのアンカーが必要だなって言って、出航するときにこのアンカーぼちゃんと下に沈めちゃったりとか、いや本当にでもね、こういうふうに彼らの好き放題にさせた後に対症療法のようにやるっていうのは本当にどうかしてると思うし、私が思うには多分これはですよ、わざとやってると思います。わざとさせてるんだと私は踏んでます。なぜなら海保警察はですね、彼らがこのようにやることを逐一ビデオで撮ってるはずなんです。ビデオで、そして身元も特定をした後に、後でいわゆる逮捕のね、はい、逮捕、芋づる式に逮捕する時の資料として温存してるんだと私思うんですよね。でこいつはそれを知らずにこう好き勝手なことをして、自分たちは逮捕されないからね、正しいことしてるんだと思ってるかもしれないんですけど、私はこれはあえてその場で逮捕しないで、あとあとね、その深いところまでやっぱり掘るために証拠を、はい、私は積み重ねてるんじゃないかというふうに踏んでいます。言わなければよかったかなそうです、かなたさん、その通りですね。はい、暴走族の検挙全く一緒ですよ。はい、その場でやらなくてね、ビデオで撮って散々に資料を集めた後に根こそぎやるじゃないですか。これも一緒だと思います。そうふみふみさん、それなんですよ。組織的犯罪集団、はい、組織的犯罪集団としての初めての適用をねするために慎重に資料を集めてるだと私は思っております。国はね、何もせずにこういった手をこまねくことは絶対にありません。こんななってることは何か理由があるんだと思います。さて、国といえば国政選挙、夏の参議院選挙でなんとなんと、糸数恵子先生、糸数恵子先生が立候補辞退というか断念をしたということでございまして、まあ労組や、支持母体の社大党からの、応援が得られなかったということで、まあ、本人はやる気満々だったんですが、2期12年お目勤め上げて今回も勇退ということになりました。はっきり言って私はね、ありがたやと思っております。なぜなら、やっぱり糸数恵子先生、女性というだけでかなりね、やはり有利だったんですよね。女性というだけで、沖縄の選挙っていうのはとにかく優しそうだからとか、女性だからとか、この人ね、いい人そうだからって入れる人いっぱいいるんですよ。そう、勝美さん、その通り、この方選挙すごい強い、今回も出ていれば多分勝ったんじゃないかと私思って
おります。まあ、そういった中で部外者が騒いでおります。はい、部外者こんな感じですね。部外者でございます。はい、くれくれ太郎さんですね。くれくれ太郎さん、あ、完全にやばい、糸数恵子さんを引退させるべきじゃなかったよ本当、ということでございまして、なんで部外者がこういうことを言っているんですかね。まあ確かにあのくれくれ太郎さん仲良くしてましたからね、糸数さんと。まあ権力側にすり寄るのは、まあ、この方のいつもの手でございますよね。はい、そしてこう言います。複数の党の統一候補で戦う選挙って、負けた時に責任を取るのは候補者じゃなくて担ぎ出した執行部なはず。でもこれって結構うやむやにされてますよね、と。鳥越さん、あと都知事選とか誰か責任取った、宇都宮さん下ろしたことを忘れてないよね、と。あと県知事選以前のオール沖縄連敗の責任って誰か取りましたか、と。あのこの方ね、この方名護市長選挙とかね、沖縄の大事な選挙で自分たちが何をしたか完全に忘れてますよね。はい、名護市長選挙ではね、相手候補戸口候補の凱旋をね、あの大声を出して邪魔しに行って、もう地元の人に怒られるようなこともやってるし、はい、それとトラックをね、あの止めるために地元の人たちのね、この生活を破壊をして散々に怒られて、イメージを下げたのは自分たちのはずなんですけど、完全に忘れてね、オール沖縄連敗の責任って誰か取りましたか、と。そう、宮城さんその通り、その前に自分の心配をしておけっていうのが確かにそれでございます。はい、そしてこれだけではございません。ケーキさん、この対抗馬として朝と重信さんが名乗りを上げたことについて、これね手強いよと、糸数さんを引かせるタイミング間違えたと思う。うん、ケーキさんの判断私は合ってると思います。はい、そして、沖縄の国会議員に女性議員が一人もいなくなるのは問題だということでございまして、ケーキさん結構こういうところは冷静に分析をしています。くれくれ太郎さんとはちょっと切り口が違うというかね、私はそういう感じがしていますけどね。はい、そしてくれくれ太郎さんこう言ってます。そうなんですよね、例えばと、はい、例えば、レニーさんの選挙でも女性議員の集会なんかがあって、そんな時に野党女性議員と沖縄選出の両方の属性を持つ糸数恵子さんがうまく結び目の役割を果たしていましたから、ということで、大逆さんすごい恵子さんを持ち上げますよね。いや本当に一緒に写真も入ったりして可愛がられていたんでしょうね。はい、まあ、それが今回こういうふうに出られなくなったということで、まあでも沖縄のね、いわゆるオール沖縄が連敗している時の責任本人にもあるんだけど、全然気づいていないところがあまりにもシュールだなと私は思っております。大丈夫ですかね。はい、そして今日最後に皆さんにちょっとお見せしたい写真、これも今日の写真らしいですね。はい、これ新基地何年まで座り込み講義1636日、集まってるのは見るからになんか年配の方ばっかりがぞろって揃っておりますが、まあ、この座り込み講義、ここに一人もいない日までカウントされてるっていうことがね、あのサンゴハートさんや、あ、カータンさん年末ですか、はい、今日送られてきた写真なんですけど、ここに誰もいなくても日数にカウントしてるっていうことが沖縄サンゴハートさんや、地元の方からの情報で私のところに入っています。いやしかし本当にすごいですね。しかしこれでお気づきになっただろうかというのがありまして、もう拡大するとね、ああなんです。ああなのか
うと、英吉さんその通りでございます。はい、もうね、写真撮ると必ずどこかに写り込んでおります。これからこういう写真を見つけました、どん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 皆さんにご紹介をしていきたいと思いますけど、このパワー一体どこかな。会う老子とゆきとさん面白いですね。いや本当に会う老子から、くれくれ太郎からね、くれくれ太郎、本当にくれくれ太郎ですよね。いや本当にもう、なんであっち系の人たちってこんなにキャラが豊富なんですかね。まあうちもいますよ、一応キャラっていうのは。木曜日の夜10時からラジオに出るじゃないですか、キャスにね。あの方ですよ、あの Wi-Fi の電波を止めたり機械をね不調にさせたりする不思議な男、元祖電波男の HK 仮面男37年。昨日の放送では、初恋のね話とか、好みの女優は誰とか言われてもごもごしていましたけど、好みの女優はいないとか言ってて私たちに袋叩きにあってましたけど、いやまた来週は来週でいろんなこと質問して皆さんの前に彼の素顔をねさらけ出してみたいなと思っております。なかなか熱い男ですね。これからも応援をしていただきたい思います。ということで本日の、ボギーの、はい、ボギーチャンネル、いや本当に最後はいつものアウで終わりましたけど、まあ本当に沖縄に外国の県外の、ね、方々が来て飯の種にしてるっていうことがこれでよくお分かりになったと思います。こういったドローンプロジェクトにしろね、ケスケスにしろね、ニラオにしろ、みんな県外の連中が沖縄をかき回し、そしてその混乱に乗じて飯の種にしている、まあ、こういった人たちがいる限り沖縄の基地問題はなかなか片付かないと思います。ということで本日の放送、これにて終了させていただきます。皆さん良き週末をお過ごしください。ありがとうございました。会うでございました。